湯浅大輔、少しモーションを見せたところで6番村上動いていきました。前は突っ張り気味に踏んで5番布井大地、布井大地が先頭の位置、3番手6番の村上隆彦、5番手から仕掛けてくるか4番の湯浅大輔、まだ縦一列です。残りは1周半を切りました。5番布井大地が後ろの様子を見ています。布井先頭の位置、4番の湯浅大輔、ジャンの2センター外へ持ち出していきました。4コーナー回ってレースは最終周回と向かっていくところ、先行5番布井大地、布井先行最終周回、3番手を決めに行ったのは4番湯浅大輔、湯浅が3番手から今度は内へ潜り込んでいきましたが、ちょっと難関連結が乱れているか、2コーナー回ってバック、1番の大橋徹、この間に切り替えて先手3番手、その後ろにはさらに切り替えた3番の斉藤照彦4番手か、あるいは4番の湯浅大輔、踏み直して4番の湯浅が4番手から縦に踏んでくる、先行突っ張って5番布井大地、マーク2番の引田、直線コースへ向いてくる、その後ろから1番の大橋徹、大橋徹が差し切ってのゴールです。からそれはどうでしょうか。これはこのまま突っ張っていく構えでしょうか。人気は6番の上野、3番の安本、この両者の折り返しに集まった一戦です。後方からは動きがありません。ジャン前の2コーナーからバックストレッチ、さあまだ誘導が残っています。誘導をフルに使って6番の上野、このままマイペースでかけていくか。金が入って3コーナーから4コーナーへと向かっています。6番の上野マイペース先行、3番の安本、そして2番の竹山と続いて1番の高谷は依然として4番手、4番の中野がここで最後方から一気にかましてまいりました。さあ4番の中野のかましが決まって最終周回の1コーナーから2コーナー、その後ろ6番の上野、車間が3車身ほど空いています。さあ追いつけるかどうか、その後ろは3番の安本、2番の竹山続いて1番の高谷が苦しい、インコースをつくのは5番の坂慶だ。さあこれは4番の中野、このままかけていって、さあ押し切れるかどうか、2番手6番の上野、なかなか差が詰まりません。これは4番の中野、中野慎吾が押し切ってゴールイン。2着争いはどうか、3番車2番車での2着争い。及川優勝、残りは2周回です。前は千葉勢1番高城博之、その高城を切って6番の及川優勝がまずは出ました。7番の大越圭介は中段の位置で3番手からさらに踏んでいきます。切った及川の上をさらに切りました。7番の大越圭介、車間が大きく空いて1番高城博之は5番手の2対2対3、高城博之一気にかます展開で、ジャンの2センターから4コーナーカーブ、追走は3番田中勝人、4コーナーできりました。1番高城博之、3番手の5番の須藤優太まで引き切って最終周回です。前の3人は千葉勢です。車間が開いて4番手には7番の大越、そして遠い6番手に6番の及川優勝、前の3人後ろの4人、バック6番手から6番の及川優勝まくっていきますが、まだ距離はあります。先頭をかました1番高城博之、マーク3番田中勝人、3番手は5番の須藤優太、直線コースへ向いてくる、番手から3番田中勝人、3番田中を追い込んでのゴールです。2着どうでしょう。入ってまいります。先頭6番の渡辺、さあここは突っ張る素振りを見せます。さあ6番の渡辺、このまま突っ張っていきました。2番の尾形は車を引いて4番手、6番の渡辺が突っ張って先頭、番手1番の赤塚、4番の斉藤と続いて2コーナーからバックストレッチ、前へとかなり車間を空けて2番の尾形、一気に巻き返そうという構えか。さあ金が入って3コーナー、先頭6番の渡辺、まだペースは上げません。番手1番の赤塚、4番の斉藤と続いて2番の尾形が一気にジャンの2センターかましてきます。さあこれに3番の山根が口が開いてしまいました。1人での仕掛けとなった2番の尾形慎太郎、最終の1コーナーから2コーナー、番手収まる形が6番の渡辺、3番手1番の赤塚で4番の斉藤がその後ろ、3番の山根が自力で追い上げて現在4番手のアウトコースですが、さあ先頭は2番の尾形、彼はどうか、6番の渡辺が差を詰めてまいりました。その後ろは1番の赤塚、インコース4番の斉藤で最後の4コーナーから直線コース追い込みかける6番の渡辺、2番車尾形、外からは1番の赤塚優斗。児玉雄一、4番手外で足を止めています。内目には7番の石塚圭一郎、先頭から3番手は岐阜の3社、5番の山口誠也が先頭の位置、中段並走で7番の石塚圭一郎は4番手内目、4番手外に3番の児玉雄一、突っ張るか5番の山口誠也、
上がっていく3番の児玉雄一、ちょっと岐阜勢を割るような形から上がっていきますが、関東勢連結は乱れています。緩んだところを7番の伊塚圭一郎のかましか最終周回です。3番の児玉が先頭で、後ろ5番の山口誠也、だからこれを1コーナーから1センター、かわっともつれました。3番の児玉雄一落車転倒していまして、1番の堀も不利を受けました。バックから3コーナーカーブですが、できったのは7番の伊塚圭一郎です。追いかけるのは5番の山口誠也、そしてマーク6番の山田純也が3番手、2番の松尾純、あとは4番の須藤、直線コースへ向いてくる。先頭7番の伊塚圭一郎、後ろから5番の山口誠也、追い込んでのゴールです。2着争いはどうでしょうか。難関勢が上昇、6番の梅田がゆっくりと上昇してレースは残り2周回、しかし前突っ張っていきます2番の木村、2番の木村、6番の梅田、この両者のもがき合い。さあしかしここはインコース、2番の木村が突っ張り切りました。6番の梅田はやや中途半端になって後退してまいりました。代わって5番の渋谷が一気に前を叩くんですが、4番の中園とは息が合わず、5番の渋谷が一人での仕掛けとなって番手にうまく収まる形。2番の木村湊斗、1番の和田が続いて、その後ろは4番7番が並走状態。3番車の成京が6番手、最後方6番の梅田で最終周回の1コーナーから2コーナーへと向かっています。先頭5番の渋谷、これは裸逃げ、バックストレッチ、一気に縦へと踏みました。2番の木村湊斗、1番の和田もしっかりと続くか、いや5番の渋谷がブロック見せるんですが、ここは続きます。1番の和田、3番手は4番の中園が後方では落車があって4コーナー直線コース、2番の木村湊斗が押し切りました。後方位置から上がってきました3番の駒田翔吾、ジャンが響きまして3番6番四国勢の先制を突っ張りました4番の近藤、3番手に引きます3番の駒田。一方の人気の福岡勢が後ろに置かれる展開で2センターから4コーナー、さあ大きく外に持ち出して5番車林圭次郎が上昇していく、山下ろしをかけて上がってきた5番車林圭次郎、レースは残り1周かまして出ました。5番の林に続く1番の津村、5番1番と福岡セットに2番の大和則が続いていく、中段展開4番の近藤に7番の内田、そして後方展開は3番の駒田に6番の福島と3番6番四国勢が後ろを回っている。縦1列縦長展開で最終の3コーナー突入していきます。5番の林が先頭、番手前をかばいます1番の津村、2番の大が3番手追い込んでくれるか直線コース、5番の林先頭だ、直線は5番車林先頭でゴール、2着が1番2番接戦。2周回赤羽のホームに入っています。先頭4番の飯塚隼人、飯塚先頭ですが5番の斉藤宗則がまずは先制しました。叩きました5番の斉藤、3番の田口も切り替えまして4番手、4番の飯塚下げて5番手でジャンマイの2コーナーに入っています。先頭5番車斉藤宗則、4番の飯塚を叩いて、さあ前々勝です。くれば合わせる雰囲気で踏んでいます5番の斉藤、4番の飯塚隼人はかましのタイミングですがどうでしょうか。5番手まだ動けません。ジャンの4コーナーから最終周回に入っていきます。まだ後ろを見ています5番の斉藤、さあ斉藤がさあうまく自分のペースに持ち込んでいます。4番の飯塚まくれるかどうか、5番手1コーナーから2コーナーです。先頭はペースを上げて5番の斉藤宗則です。斉藤の先行、2番の浅沼清人2番手、7番大山康之3番手、3番の田口は4番手、4番の飯塚ようやく発進、3番手から2番手、さあ力強く前段に迫ってくる4コーナーから直線です。先頭5番の斉藤、番手2番の浅沼、しかし4番の飯塚隼人が捉えました。2着かどうか。総崎セレン、総崎が前受け、2番の斉藤智之は後ろ詰め4番手で上昇していきました。斉藤どうでしょうか、抑え切るかどうかなんですが、ここは一旦下がりそうです。3番総崎セレンが前受けからそのまま先行体制、前々に踏んでいこうという流れになっています。ジャンマイの2コーナーからバックです。先頭3番総崎セレン、5番の室井隆二、1番の八尋英介、西の遠征ラインが前段の位置からそのまま先行体制か、しかし今の斉藤智之が仕掛けていって、さあ叩き切れるか、ジャンの4コーナーから最終周回、先頭様の総崎セレン前々に行きますが、今の斉藤智之が仕掛けていって、さあここは先行争いになっています。3番の総崎、2番の斉藤を合わせて先行体制です。5番の室井隆二ぴったり2番手、4番の金沢浩二がうまくこの3番手にスイッチしました。
1番の八尋は1社遅れて4番手で最終3コーナーから4コーナー、逃げる3番の総崎千番手、5番の室井、さらに4番の金沢突っ込んでくる直線コース、先頭は3番の総崎、番手5番の室井か、あるいは4番の金沢も突っ込んでいます。を取って4番の小笠原翔太へと続いています。7番磯川が6番手から上昇開始、残り800を通過しています。赤番でまず7番の磯川が上がって北のラインを一旦下ろしにかかっています。抑えて7番の磯川でジャンマイ、これから2コーナーからバック市村正樹が踏み上げて3番手まで追い上げています。5番の伊藤が結局引いて5番手になっています。前後が入れ替わって先行体制、7番の磯川です。3番小林マーク、関東勢が主導権を取っています。市村が3番手で6番武田がマーク、5番の伊藤は現在5番手でホームを迎えています。1列で1コーナーから2コーナー、先行7番車の磯川が風を切ります。3番小林が2番手、市村正樹に6番の武田、4番手近畿勢は中段キープ、5番の伊藤は現在5番手になって、5番手から踏み上げてまくり追い込んで3番手上がってきまして、まもなく4コーナーから直線、前を捉えていった5番の伊藤弘樹、伊藤弘樹周回は残り2周回、赤番の標識です。前では3番藤井、そして6番の中島、中島が行くのか、中島が一旦抑えます。1番の古川が2番手で関東コンビが抑えています。3番藤井は少し空いて3番手、7番の北野に5番の吉村です。中部近畿は中段を取っています。2番の菅原少し遅れて6番手になって、4番藤田が最後方、先手は6番車の中島則重でメインスタンド前へ帰って最終周回、先行6番車の中島が先行で挑んでいます。3番手キープは3番車の藤井英二、最終これから2コーナーから向こう上面、逃げる中島、古川直江が2番手、3番手から3番車藤井がまくる、まくる藤井に7番北野がマーク、中部近畿の2人3番手5番車吉村も追走して、まもなく4コーナーから直線です。先頭3番車の藤井英二、番手7番車の北野武史、北野が追い込んだか、関東勢が5番手から上昇です。残り2周を過ぎます。上がった鈴木、3番中田、そして大山雅宏、関東トリオが上がりまして一旦近畿中部のラインを下ろしています。2コーナーからジャンマイのバックです。打賞入りまして600、抑えて先行は鈴木に変わっています。2番の清水剛は現在4番手、5番の山中6番手になっています。中段4番手車間を取って2番の清水、打賞4コーナーから直線コースホームを迎えまして2番の清水が上がってくる、かまし先行清水に代わって7番森川マーク、近畿中部の2人が行っています。3番手4番車鈴木、まくり上げた5番の山中が3番手に入って4番鈴木が4番手、3番中田は現在5番手、2役を通過、第3コーナーから2センターです。逃げる清水、7番森川2番手、5番の山中3番手の体勢、まもなく4コーナーから直線です。2番の清水、7番車追い込んできました森川大輔。普段6番の小原は反応せず動かず、赤番の1コーナーに入っています。今の伊藤が先頭、7番の近藤隆二が叩いて、6番の小原忠が中段3番手、さらに前に上がりそうです。ジャメの2コーナー先頭7番の近藤隆二先制しましたが、6番の小原忠が2車で叩いて、4番の伊藤朝日がこの動きに乗って3番手の外に上がっています。さあジャンの4コーナー、さあ早くも4番の伊藤朝日が発進か、レーサー最終周回、6番の小原を叩きました。4番の伊藤朝日がさあジャンの4コーナーからスパート先行体制です。2番の香川2番手ですが、6番の小原忠がさあ香川のところ粘っている、しかし2番香川しのいで2番手、さあ後方からは7番の近藤隆二のまくりです。先頭は今の伊藤朝日、7番近藤隆二のまくりは3番手までか、さあじわじわと接近する4コーナーから直線です。先頭4番の伊藤朝日、番手2番の香川祐介、香川抜けてきました。そう5番の島津の強襲か、5番車島津拓也届いているかどうか。伊藤です。3番山岸、6番の宮越と混成の2人が上がっています。山岸が一旦前を切りまして、5番の坂本が3番手で受けて難関勢が上がってきています。2番大石、外のコース踏み上げて
大石健志が打賞で出る、7番の山賀が2番手、そして5番の坂本、1番長澤、青森コンビが前々攻め上げて現在2番手、前段近づいてきています。前は2番の大石と5番の坂本周作、坂本が積極策応戦で2番の大石健志ですが、わずかにリードは5番の坂本で、最終2コーナーからバック行ききる5番の坂本周作、1番長澤が2番手、前々から2番手の大石健志がインコース抵抗する、さらに3番山岸のまくり前へ近づいて6番宮越乗っています。4コーナーから直線内寄りを1番車の長澤武、あるいは3番車長澤か、あるいは3番